えー、こんにちは、えー、今回は、まあ、トレーニングメニューの作成の中の、えー、まあどのように、えー、作成をしていけばいいのかっていうようなあの話をしたいと思います。で今回4対4の、えー、プラスサーバー、えー、コーンで4つゴールを作った形にしてるんですけれども、えー、まあ段階としては、えー、常にあの まあ、ゲームを意識してゲームを想定してゲームで起こる場面や、えー、プレーを抜き出していくっていう必要があるんですね。で全体的に、えー、と今回のこのトレーニングについては、えーまあ、中盤での、えーまあ、ウェービングとか、えー、その辺からの、えーまあ、ガスに当たるようなところになってきます。えー、ゴールまあえー、と中盤 中盤での、えー、ボールの運び方とかですね、まあ、その辺を意識した、えー、トレーニングメニューになってます。えー、で一応まあこの中の展開、えー、1と展開2っていう形で、えー、まあさらに え展開を変えていくようなあのトレーニングメニューとなりますので、えそれを説明したいと思います。でまずえっ、ー、とまあ十番のですねあのボールを運んでいくっていうところを意識したトレーニングメニューになるんですけれども、えー、その中でまあ簡単な概要を説明したいと思います。でえっ、ー、とですねまずえっ、ー、とコーンがそれぞれ二つずつ置いてあるんですけれども、えこれはすべてえっ、ー、と ドリブル通過可能っていうふうになります、まあ、4ゴールを、えー、そうですね突破していくって形になりますはいでえー、っとですねでえー、一応 あのまあ、ドリブル通過コーンについてはドリブル通過をできるっていうようにえ考えてくださいで一応攻撃方向はありでちょっと考えていただいて、まあ、青側であればこちら側を攻めて黄色側をえと、まあ、下の方に攻めていくって形ですねでサーバーバは、えー 自陣、まあ、を守る際のサーバーっていうのは青であれば青が行っていただいて黄色であれば黄色がサーバーを行ってください。ここはサーバーですね。はい、でまあ攻めていきます。えーまあ、ここについてはドリブル通過ですね。ドリブル通過をして、えー、得点が奪えるっていうような形です。 でまた、あのー、相手のサーバーですねサーバーは最初はちょっとあの、えー、ゴールを守れないっていうような設定にしていただいてボールをつないでいくっていうだけにしてもらいたいんですけど、えーまあ、次にちょっとゴールも守れるっていうような設定に変えていただければと思います。 ドリブル通過していきますゴールも守れるでさらにそこもまた展開していくっていうような、えー、イメージを持っていただければと思います。はい、であとはまあサーバーもサーバーなのでまあ使っていいっていうのと、まあ、ゴールも、まあ、次の あの制限というと、まあ、ゴール守っても大丈夫っていうような役割にしていただければと思います。まあ、最初はちょっとゴールは、まあ、慣れるためには最初はあのゴールは守れないよというような設定にしていただいて、えー、少し慣れてきたらじゃあゴールも守れるようにしましょうっていうふうに書いていただければと思います。はい、でまあ,あのこのトレーニングとしては、まあ、うまく中盤でのところを切り抜いてえー まずはデカラを使ったりとかあとはドライブをうまく活用していってスペースを空けて、えー、ドリブルで運ばせるようなあのそういうような、えー、狙いになりますのでそれは意識していただければと思います。まあ、であとはこ攻撃のところはそのようなところで守備のところについては、まあ、うまく4人が連動して。えー 数的有利な、数的同数、数的優位な状況を作ることによってボールを奪っていくっていうようなあの連動性っていうのも必要になってきますので、そこは意識していただければと思います。はい、で、次ですね、まあ今のが1つ目で,で、2つ目にちょっとまたルールを変えて、えーまあ、コーンをスルーパスで通過できれば得点というように。 ししたりとかにしてくださいはい、でまたあの先ほどもお伝えしたんですけれどもまあ,あの相手のサーバーっていうのはゴールを守れるっていう設定で行ってください。でまずもう一つがまああの味方のサーバーとの入れ替わりができるっていうところですね。っていう設定っていうのもできるようにしてください。まあ,あの 多分入れ替わりについてはえっ、ー、とまあただ単純にここで入れ替わるっていうのではなくてまあボールを出したら入れ替わることが可能っていうふうにしてください。はい。っていうような形ですかね。はい。でまあこのようにあのまあトレーニングメニューを作成していくのにも ま,あまず全体的な、えーまあ、ゲームの中をゲームを想定してのその中で、えー、起こる現象とかブレを抜き出していくそれをまああのトレーニングに、えー、例えば4対4今回のサーバーっていうふうに落とし込んでいただくでその中でまああの、まあ、ドリブル通過。 まあこれドリブル通過というのはまあドリブルをしていって局面を打開していくっていうようなまあ運んだりとか局面を打開していくっていうものであったりあとはまあパス通過パスで局面を打開していく、まあ、スルーパスが通ればえ1点というような、まあ、パスとドリブルこの両方とも、あ。のー まあその辺を想定して両方とも想定をして、えーまあ、トレーニングメニューっていうのを組んでいくっていうような流れになります。はい、あとはまあ細かいところであればまああのレカラを使ったりとか、まあ、5つのプレイモデルを使っていくだとかあとは守備の連動性のところであったりとか、えー、そうですねあとはまあ まあ守備であればチャレンジアンドカバーをしっかりしていくとかまあそういうところも出てくると思うんですまあ細かなところっていうのはあるんですけれどもただまあちょっとあのトレーニングメニューの中ではこのようなあの形でまあ段階を踏んでえそれぞれえ局面を想定していく、まあ、まあそのプレーを抜き出してえトレーニングのエクササイズの中でえ覚えさせていくっていうことができるのかなと思います。 えーま、以上があのトレーニングメニューの作成の中の、えーま、4対4のプラスサーバーを使って、えー、どのように、えー、必要な要素を身につけさせるのかというのを説明しましまた、はいえー、ご視聴いただきありがとうございました。